宅建合格ラジオ。問題です。不動産取得税は特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は課することができない。これ全部過去出てますね、こういう問題が。なんか割れてますけど大丈夫です。なんか割れてますけど、割れ始めてますけど。割れてますね。×56%、×43%。これ過去問ですかね、これ。はい、あ、そっかそっか。引っかかったんだ。そういうことか。そうだ、思い出した。これ俺引っかけ問題で作ったんだ。最後。言おうと思って。そうだ、引っかけ問題自分で作っといて忘れてましたね、引っかけ問題だってこと。これ引っかけ問題なんですよ、これ。そうそうそう。不動産取得税ですよ。そうそう。これね、何の税金かっていうのをちゃんと見て答えてほしくて、こういう問題は私は出したんですよ。これ不動産取得税ですよ、これ。そうそうそう、思い出した。思い出しました。そういう話をしたくてね、この問題で作ったんだ。これね、そう、不動産取得税はっていう主語ですよ、これ。これ、ね、言いたかったんですよ。これ間違えるんです、本当に。本番で。ここをちゃんと見てないから、本当に間違えるんです、マジで。これ必ずチェックしてください、主語。絶対チェックしてください。これ言いたかったんですよね。これ本当に。これで間違えるんで。選択肢はね、固定資産税のこと言ってるんですよ、これ。はい。間違えた知識をね、引っ張り出してこないようにしてくださいですね。これがマジであります、本当に。気をつけてください、これ。本当にね、気をつけましょうってことですね。主語を必ずよく見てください。思い込みに注意なんです。そう。これね、どうしても30万とか20万って知識ってすごい覚えるじゃないですか。で、覚えてる数字がそのまま選択肢の中出てくると、飛びつくんですよ、本当に受験生って。あ、30万だ、20万だ、合ってる、丸だって行くんですよ、本当に。本当に行っちゃいます、これ。それを本当にね、絶対に気をつけてくださいっていうことを言いたくてこの問題出しましたけどね。忘れてました、自分で引っ掛け問題作っといて。そう、急にですよね。そう、急にです。はい、でも私別に、ね、別に固定産税の問題ですとは言って、今喋ってないんで、フェイントですよね。まあまあ、ただ、一応ね、これ、まあ、別に今間違えても何も失うものはないんで、だからこれもう本番でも絶対これやらかさないようにっていうことの意味を込めてこの問題出しました。あとこれ今日最後ね、これ一応これテキストに大体どのこのテキストにも載ってますけど、固定資産税を計算する際には以下の2つのポイントがあります。200平米までは課税台帳価格の6分の1が課税標準になる。で、200平米を超える部分は課税台帳価格の3分の1が課税標準になりますということですね。まあ、ここはまあそのまま覚えておいてください。なんかこれ多分参考書とかに図が書いてあるね、取説もね、図が書いてあります。ちょっとそこまでお見せしてる時間がないんじゃないですか。これ参考書にね、図が書いてあるね、大体それ見ると分かります。これ字だけで見てるとよく分からないですけど、そんなにここは、まあ、さらっとなんかそういうことなんだって思ってくれればいいです。はい、なんとか終わりましたね。はい、ということで、ここの最後の2行のところはお持ちのテキストを見ておいてください。必ずね、図が多分あると思います。これ取説にはありました。それ見れば分かります。126ページか。固定資産税、都市計画税と間違えないように。そうですね、都市計画税と固定資産税はね、実務上いつも一緒に日割り計算 しますからね。なんとか終わりました。不動産取得税と固定資産税終わりました。今日やった内容がもう基本であり、結構もう半分以上の知識です。だからこれをある程度理解していれば、あとは皆さんがこれから問題解いていく中で解いた問題をほぼほぼ丸暗記でしていってもなんとかなります。大体。税金に関しては。この辺がちゃんと理解できていれば、あと出てくる知識とかも追加でどんどん覚えていけばいいだけなんで、そういう感じですよね。難しくないんで、不動産取得税と固定資産税は特に難しくないんで、不動産も、持ってれば課税される税金なんで、これは。宅建合格ラジオということでございます。はい、ということなんで、皆さんお疲れ様でした。明日仕事の人いっぱいいると思うんでね、ゆっくり休んでください。まあ、勉強する人いるかもしれませんけど、私はこれから明日の動画の編集が始まりますので、ね、よろしくお願いします。お疲れ様でした。